三笘とデゼルビ監督、一緒にバルセロナ移籍へ。デゼルビ代理人バルセロナに加入するのは、不可能ではない。コンカハ監督の移籍も熱そうだな、わら。セットなら三笘も行くだろうな。俺的には日本サッカー熱復活を込めてバルサ。デゼルビの代理人がバルサに触れたのかよ。嫌な予感してきたわ、リーガとか見たくない。デゼルビとセットくらいしか移籍の可能性なさそう。ここから人が変わったように超無双したら、単独でもあり得るけど。実際海外リーグで監督の移籍で日本人選手も連れてった例ってあったっけ？ない。小さいクラブならそういうのあるかもしれないけど、まず監督にそんな権限ないクラブが基本だから。でもデゼルビって認めないと無理じゃん、わら。一緒に移籍の確率は高いだろ。デゼルビの三笘への信頼度は異常だからなー。